拉致被害者らの再調査をめぐる日朝協議の結果について政府は家族会などに報告を行っています。家族会の飯塚代表は北朝鮮の思惑通りに動いていると感じると不快感を示しました。非常に長引かせているというような感じを受けます。で、全てが北朝鮮の思惑通りになんか動いていると、いうようなことを感じられます。飯塚代表はさらに欲しいのは北朝鮮の具体的な回答だと述べ、担当者を平壌に派遣する場合には拉致被害者などに関する具体的な情報を得るよう政府側に求めました。その上で早い時期に方針を決めて進めてほしいと述べました。